世界一周から帰還した、サイのボイジャー・ルータン・ボイジャーは1986年に、初めて無着陸、無給油での世界一周飛行を成し遂げた、アメリカの固定翼機である。操縦は、ディック・ルータンとジーナイ・エイガーによってなされ、機体の設計、製作は、ディックの弟で著名な航空技術者である、バート・ルータンを中心として行われた。 エンテ型飛行機で垂直尾翼のついた総ブームを持ち、二つのプロペラとエンジンを主導体の前後に配置した特徴的な外見を持つ機体であった。ディック・ルータンは元アメリカ空軍の士官であり、ベトナム戦争にも参加して数々の勲章を授与されたベテランパイロットであった。一方、その弟のバート・ルータンは1970年代、 当時バリーイージーやクイッキーといった特徴的なホームビルト機を製作していた新進気鋭の航空技術者であった。二人は共同で航空機製造会社を営み、ディックはバートの製作した航空機のテストパイロットを務めていた。1980年カリフォルニア州チノの航空ショーに参加していたディックとバートはそこでジーナ・イエガーに出会った。 イエーガーは製図士として働く女性で航空機や実験機に興味を持っており、20代半ばにはヘリコプターの免許を取得しているほどであった。その後、イエーガーとディックは恋仲となり、イエーガーはディックの会社に誘われてテストパイロットとして働くこととなった。イエーガーはそこでロングイージーの最高速度記録をマークしている。1981年、 無着陸、無給油での世界一周飛行ディックとイエーガーが発案し、それを達成可能な機体の設計依頼がバートに持ちかけられた。その当時、無給油での最長距離飛行記録は B-52 によって1962年に成し遂げられた 2168km であり、また、バートと共にクイッキーを制作した。 航空機製造会社が同時期に無着陸、無給油の世界一周飛行を計画していたものの実行されることはなかったためこのような挑戦は非常に野心的であった。バートは二人の提案に応じて機体を設計しモデル76の型番を与えた。そしてイエーガーはその機体をボイジャーと名付けた。ボイジャーはバートが初期に手掛けたバリビゲニア バリージーと同じくエンテ型の翼配置を採用し、全翼端から主翼中央部を通って、機体後方に突き出した左右2本のブーム先端に、それぞれ1枚ずつの垂直尾翼を備えていた。翼のアスペクト比は、誘導効力を減らすために大きく取られ、非常に細長いものとなった。なるべく機体を軽くし、かつ十分な強度を持たせるために、構造材料としては、 ガラス繊維や炭素繊維それにケブラーといった強化繊維と樹脂との複合材料である繊維強化プラスチックが多用された。エンジンの配置は牽引式プロペラ用と推進式プロペラ用を機体の前後にそれぞれ一機ずつ装備するという一見変わったものであった。エンジンとして当初はライカミング製の O-235 を搭載していたが、 あとに、牽引用として、コンチネンタル製の O-240、推進用として、同じくコンチネンタルのエオル -200 に、乾燥している。なお、牽引用と推進用を両方作動させるのは、離陸上障子だけで、飛行が安定したら後部の推進用エンジンのみで、巡航する仕様となっていた。機体の製作は主に、バート、ディック、 イエーガーの3人とボランティアの手によって進められ、計画に必要な資金の大部分も個人的な寄付に頼っていた。政作には約4年の時を費やし、1984年6月22日にようやく初飛行に成功した。その後1年半ほどかけて試験と改良を行い、1986年12月には計画を実行するための準備が整った。 離陸時に破損した主翼端部1986年12月14日午前8時1分、ディックとイエーガーを乗せたボイジャーはカリフォルニア州エドワーズ空軍基地から記録飛行に出発した。機体には燃料が満載されていたため、離床までに約 4.3km も滑走することとなった。この際、 主翼内部の燃料の重みで主翼がたわんで地面と接触し、両翼端をそれぞれ30センチメートル近くもぎ取られるというトラブルがあったが、特別支障がないと判断され、飛行はそのまま続行された。飛行にはいくつかの困難が付きまとった。最も危険であったのは、台風のような悪天候であった。また、天候の悪い地域を避けたり素早く通過するために、 余分な燃料が費やされ、さらに、リビアでは、領空の通過が許されなかったために大幅に、迂回せざるを得ず、燃料残量は常に二人の懸案となった。リックとイエーガーには未だかつてない長時間飛行に、耐える、精神力も求められた。二人は二から三時間ごとに操縦を交代していたが、コックピットは人二人が、やっと入れるくらいの大きさしかなかったために疲労。 十分に拭い去ることは固く、密閉空間での食事や排泄を含めた生活は、ストレスを与えるものだった。カリフォルニア州に戻ってきたあたりで機体片側の燃料ポンプが故障するというトラブルがあったものの、12月23日午前8時6分、ボイジャーは世界一周を果たして、エドワーズ空軍基地に帰還した。この時点で燃料はほとんど残っておらず、 無事に帰れたのは努力と幸運の結果であった。総航続時間9日3分44秒、国際航空連盟公認の航続距離 4212km という、大々的な記録を達成し、平均飛行速度は時速 187km であった。この功績により、ルータン兄弟とイエーガーは、当時のレーガン大統領から表彰されている。 記録達成の後、ボイジャーは国立航空宇宙博物館に寄贈されて展示されている。なおボイジャーの打ち立てた無着陸、無給油での最速の世界一周時間記録と最長航続距離記録はそれぞれ2005年と2006年にジェット機のバージンアトランティックグローバルフライヤーによって破られている。この機体の設計にもバートルータンが関わっており、製作は スケールドコンポジッツが中心となって行われた国立航空宇宙博物館に展示されているボイジャー。ありがとうございます。